岩尾と渡井パス交換、フリーになった。ドリブルで仕掛けて佐藤に預けてマッツ、渡井のシュート決まった。2試合連続ゴール。今日もジョーカーが仕事をしました。渡井雅樹19歳躍動、先制はホームの徳島、この佐藤が背負った中で、この落としも絶妙でしたね。はい、渡井のコースも素晴らしいですし、この佐藤の渡井のスピード、入ってくるスピードを落とさないようなゴールですよね。うまく噛み合いましたね。素晴らしいゴールです。